世界一のターミナル駅、新宿と多摩地域を結ぶ京王線。この路線には、全国でもここだけの珍しい種別が運行されている。その名は、準特急。この種別は、2001年3月27日のダイヤ改定より登場し、約20年にわたって、京王線を支えてきたが、2022年3月12日のダイヤ改正で、残念ながら廃止されることとなった。そこで今回は、運行終了に合わせて、京王線の準特急の歴史を振り返っていきたい。準特急が初めて登場したのは、2001年3月27日のダイヤ改定。このダイヤ改定は、これまでの京王線のダイヤを抜本的に見直すものだった。それ以前の京王線の日中の優等列車のダイヤは、1時間に、新宿、京王八王子間の特急が3本、新宿、相模原線橋本間の特急、通称橋本特急が3本、新宿、高尾山口間の急行が3本、都営新宿線と橋本を結ぶ、快速が3本というダイヤになっていた。しかし、橋本特急は、停車駅が少なすぎるため、利用客が低迷し、高尾山口発着の急行は、特急に比べて、停車駅が多すぎて遅いという問題があった。その解決のため登場したのが、準特急である。停車駅は、特急の停車駅に、JR 南武線との乗り換え駅である、分倍河原駅、京王八王子方面と、高尾線との分岐駅である、北野駅を加えたものである。準特急は、高尾山口発着の急行を格上げする形で投入された。また、橋本特急は廃止となり、代わりに、橋本と都営新宿線を結ぶ急行が新たに設定された。これにより、日中の優等列車の運行体系は、異常のような形となった。このダイヤのメリットを紹介すると、府中、高畑不動方面の特急系統が倍になり、新宿駅基準では、10分間隔で乗れるようになったこと。調布で、特急と急行、準特急と快速で接続を取ることによって、新宿と相模原線方面への速達性も確保したことが挙げられる。こうして、準特急は、以前の問題点を解消するための救世主となったのである。準特急設定後、京王は、準特急の使い勝手の良さに気づいたかもしれない。ポイントとなるのは、特急の場合は、府中と高畑不動で各駅停車に接続するが、準特急は、府中と北野で各駅停車に接続するということである。京王八王子方面と、高尾山口方面の分岐駅である、北野で接続することによって、例えば、高尾山口行き準特急に乗っても、通常の準特急とほぼ同じ時間で京王八王子に到着できるのだ。準特急、京王八王子行きの場合は、高尾線利用者の所要時間短縮に貢献するので、準特急は、京王八王子や高尾線利用者にとって、メリットが大きかった。というわけで、2006年9月1日のダイヤ改正では、特急が大活躍していたシーズンダイヤの廃止に加え、平日夕ラッシュ時のすべてと、土休日のほぼすべての特急が、準特急に置き換わり、準特急の勢力が大きく拡大した。ちなみに、このダイヤ改定で土休日のほぼ終日にわたって運転されるようになったのが、準特急、北野行き。京王八王子と、高尾線の分岐駅である、北野で終点となる、なんとも中途半端な電車だが、この列車は、北野から各駅停車、高尾山口行きとなるのだ。高尾線内の準特急通過駅の利便性向上のための措置だが、京王電鉄では、種別変更する列車は、その種別で運行される行き先を表示し、
別変更時に行き先も変えるというスタイルを長らく取っていたので、初めて高尾山に行こうとする人にとってはややこしかったかもしれない。そんなこともあったが、準特急は着実に勢力を伸ばし、その結果、調布駅周辺地下化に伴って行われた2012年8月のダイヤ改定にて、特急は準特急に置き換えられる形で運転休止になった。そのため、準特急が最速立つ種別となり、何が準なのかわからない状態となってしまった。ついに、準特急が事実上の最速立つ種別となった京王線。この状態は、まずいと思ったのか、2013年2月22日のダイヤ改定で、50年ぶりに特急の停車駅を見直した。特急は、新たに分倍河原と、北野に停車するようになった。そう、準特急の停車駅を丸パクリしたのである。この変更と橋本特急の運転再開に伴って、特急は、ほぼ終日運転されるようになり、再び京王線の最速立ちかつ主力種別となったのだ。その一方で、準特急は、高尾線内の各駅に停車する種別に改められた。改定前の準特急、北野行き、北野から各駅停車、高尾山口行きを、全区間準特急、高尾山口行きとして運転するようになり、ややこしい事態は解消されたものの、京王線内の特急と、準特急の停車駅が変わらなくなったため、準特急は、京王八王子への乗り入れがなくなり、平日は上がり一本のみの運転となった。特急と準特急の力関係が逆転したのである。しかし、このダイヤには少し問題があった。この改定で、1時間あたりの特急の運転本数が9本に増えたが、橋本方面の特急と、府中方面の特急が、新宿、調布間を2分続行で走るようになった。続行ダイヤは、調布異性の利用客にとっては、特急の混雑が分散されるというメリットがあったが、日中においては供給過剰だった。また、2013年頃から、千歳烏山や仙川といった特急通過駅の利用客が増加していたものの、そうした駅には特急9本ダイヤの恩恵が全くなかった。そこで、準特急は2015年に大きく生まれ変わる。2015年9月のダイヤ改正で、準特急は新たに笹塚と千歳烏山に停車するようになる。笹塚停車によって、準特急利用者の都営新宿線方面の乗り換えが1回に減って、都心アクセスの利便性が向上。また、利用客が増加している千歳烏山に停車することで、単純に当駅の利便性向上を図っただけでなく、千歳烏山の新宿より2つ隣の八幡山で追い抜く、各駅停車もしくは快速から、準特急に乗り換えられるようにし、辻が丘や仙川といった、千歳烏山から調布の間の特急、準特急通過駅の利便性も確保した。こうして、準特急は、平日日中毎時9本あった、特急のうち、6本を置き換え、再び日中の主力列車として返り咲いた。その後は、2018年のダイヤ改正で、有料座席指定列車、京王ライナーの設定に伴って、その誘導も兼ねて、夕夜間の特急の一部を準特急に変更。また、競合路線への対抗のため、ほぼ毎年朝ラッシュ時の一部の急行を準特急に変更するなど、徐々に準特急は活躍の範囲を広げていった。それとは逆に、特急は、京王ライナーと、準特急の狭間で肩身の狭い思いをすることとなる。そこで、特急が取った行動は、2013年のダイヤ改定時と同じことだった。2022年3月12日のダイヤ改正で、特急は、新たに笹塚、千歳烏山、京王片倉、山田、狭間に停車。
再び、準特急の停車駅をパクることとなった。これに伴って、行き場を失った準特急は、廃止されることとなった。こうして、約20年の歴史に幕を下ろす準特急。準と聞く通り、特急より停車駅の多い種別という立ち位置であったものの、その停車駅を2度特急に継承していることから、京王線の利用客の動向に、寄り添い続けた種別と言えよう。準特急は、全国で京王電鉄のみが使う、京王を象徴する種別であるので、将来復活することを願ってやまない。まもなく4番線に準特急新宿行きが10両編成で参ります。ホームドアから離れてお待ちください。次は千歳烏山に停まります。